クリフォード・オールド・ハム・ヘーガンは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。出身地は、ケンタッキー州、オーエンズボロ。出身大学は、ケンタッキー大学。1950年代のプロリーグ NBA を代表するフォワードの一人であり、キャリアの大半を過ごした、セントルイス・ホークスでは優勝も果たした。キャリア終盤は、NBA のライバルリーグ。 ABA のダラスチャパラルズでプレーした。1978年には、伝道入りを果たしている。彼の背番号6は、ケンタッキー大学の永久欠番クリフ・ヘイガンこと、クリフ・ォード・オールドハム・ヘイガンは、伝説的なコーチ、アドルフ・ラップの指導の下ケンタッキー大学でプレーし、アレックス・グローザや、フランク・ラムジーラと共にプレーし、1951年の、 NCWA トーナメントでは決勝でカンザス州立大学を破り優勝を果たした。しかしヘーガンは1952年にカレッジバスケ全体を揺るがした一大スキャンダルに巻き込まれた。そのスキャンダルとは金銭授受が絡んだ八尾町疑惑であり、カンザス大学も過重のチームとなり、ヘーガンのチームメイトであるアレックス・グローザラが容疑を認めた。 結果、ケンタッキー大学は、全米大学体育協会では最も重い罰となる、出場停止処分を受け、ヘーガンは1951から52シーズンを棒に、振った。大学を卒業した、ヘーガンは1953年の NBA ドラフトで、ボストンセルティックスから指名を受け、またチームメイトのラムジー、ルーツヨーロプロスもセルティックスから指名を受けたが、 しかし3人ともすぐに NBA 入りはせず失ったシーズンを取り戻すために大学院生となってケンタッキー大学に戻った。派遣脱会に燃えるヘーガンは1953から54シーズンの開幕戦で51得点を挙げる活躍を見せ同行の新記録を作った。ヘーガンはこのシーズンを平均24.0得点の好成績で終え、 チームも25戦全勝、AP 通信の全米ランキングでは1位にランキングされた。しかし NCWA トーナメントでは、全米大学体育協会が大学院生のトーナメントの参加を禁止していたため、アドルフラップはトーナメントへの参加を辞退した。ヘーガンの大学通算成績は1475得点1035リバウンドであり、また、 彼が所属した3シーズンの同行の成績は86勝5敗だった。ラムジーは1952年と1954年のオールアメリカンカンファレンスのファーストチームに選ばれ、彼の背番号6は同行の永久決番となった。大学キャリアを終えた、ヘイガンは1954年から2年間兵役に着き、アンドール空軍基地に配属される。 基地のバスケットボールチームでプレーしたヘーガンは同チームをワールドワイド空軍バスケットボールチャンピオンシップ優勝に導いているヘーガンは2年間の兵役を終え1956年から NBA 入りすることになったが彼を指名したセルティックスはビルラッセルを獲得するためエドマコーレと共にヘーガンをセントルイスホークスにトレードしたこれでヘーガンは 大学時代に苦楽を共にした、ラムジー、ツヨロプロスとは他元を分かつことになり、NBA では、ライバルとして対立することになる。ルーキーイヤーのヘーガンは、レギュラーシーズン期間中はあまり出場時間を得られる、ことができず、5.5得点3.7リバウンドの、成績となり、チームも34勝38敗の平凡な、成績に終わるが、 プレイオフに入ると突如彼の才能が開花し、プレイオフ期間中は17.0得点1 1にリバウンドとエースのボブ・ペティットに次ぐ、チーム2位の成績のを残した。ヘーガンと同時に、スレーター・マーティンも、プレイオフに入って、グレードアップを遂げ、この二人の貢献によってチームは、プレイオフを勝ち抜き、ファイナルに進出するが、ラムジー。 スヨロプロスが所属するセルティックスの前に敗れた。ヘーガンの校長は2年目の1957から58シーズンに入っても続き、リーグを代表する選手の一人に成長。このシーズンは19.9得点10.1リバウンドを記録し、初のオールスターとオール NBA セカンドチームに選ばれた。チームも41勝31敗と勝率を上げ、 プレイオフも勝ち抜いて2年連続でファイナルに進出し、再びセルティックスと激突。シリーズは第7戦までもつれたが、第7戦でのペティットの50得点という伝説的な活躍もあり、ホークスとヘーガンは悲願の優勝を果たした。ヘーガンはこの年のプレイオフでもグレードアップし、プレイオフ期間中の27.7得点はペティットを抑えて、 チーム1位の成績だった。翌1958から59シーズンには24.8得点10.7リバウンド、1959から60シーズンにはキャリアハイとなる24.8得点10.7リバウンドを記録する。全員13シーズンのプレイのうちンシーズンで平均20得点以上、3シーズンで平均10リバウンド以上を記録した。 ペティットにヘーガン、新たに加入したクライド・ラブレット、ラリー・ファウスと要するホークスは、リーグ屈指の強豪として君臨し、1960年と1961年にもファイナルに進出するが、時代はセルティックスの黄金期に突入しており、いずれもセルティックスの前に敗れている。30歳を迎えベテランの域に達したヘーガンは、1964から65。 シーズン以降は、ゼルモ、ビーティレニー・ウィルケンズらに、チームの主役の座を譲るようになり、ヘーガンの成績は後退し始めた。そして1965から66シーズンを、最後に、新たに誕生した、プロバスケットリーグ ABA のダラス・チャパラルズに、移籍した。チャパラルズでは、選手権をヘッドコーチとしてプレーした。移籍1年目は18.2得点6.0。 リバウンドを記録し、コーチとしても46勝32敗の成績を残し、プレイオフでは地区決勝まで進出するなど成功を収めた。移籍して2年目以降は、コーチに専念するべく、出場機会は減らされていき、そして3年目となる1969から70シーズンを最後に現役選手から引退した。 NBA、ABA 通算成績は13シーズン839試合の出場で14,870得点5,555 55リバウンド、平均17.7得点6.6リバウンドだった。コーチキャリアもこのシーズンで終わり、シーズン中に解任されることになった。コーチ通算成績は199試合109勝90敗、勝率。 548だった。ヘーガンは1972年に母校のケンタッキー大学に戻り、スポーツ部門の役職を歴任し、1988年までを同校で過ごした。彼の功績を記念して、1993年には野球場の名前をクリフ・ヘーガン・スタジアムと改名した。ヘーガンは身長193センチメートルと決して長身では、 なかったが、ショートフックショットを武器にビッグマンの上から、次々と得点を決める優秀なスコアラーであり、フィールドゴール成功率は、毎シーズンリーグ上位にランクインされていた。またクイックネスと、屈強な肉体を兼ね備えた選手であり、インサイドでも当たり負けせず、リバウンドも量産できた。ホークス時代のペティットにラブレット、そして、ヘーガンのユニットは、アンタッチャブル。 と呼ばれ、当時を代表する強力なフロントラインだった。ありがとうございます。